イシェンバイカドイルベコフイシェンバイカドイルベコフは2005年3月24日のキルギス大統領府選挙事件に積極的に参加した野党指導者の一人である大統領代行と首相代行を務めた1971年から1979年フルンゼ工業大学の講師建築学部長産業民間建築物建築講座長 1979年から1984年、キルギズギプロストロイ研究所の居住区計画課長。1987年から1990年、キルギス共和国国家建設局長、都市建設中央科学研究設計研究所支部長。1990年から、キルギス国家建設委員会議長兼キルギス共和国建設、建築省。 2000年から2005年まで、ジョゴルクケネシュの大議員。2000年、大統領選挙に出馬しようとしたが、キルギス語の資格試験に落ち取りやめた。2005年3月24日、議会議長に選出されると同時に、3月25日まで、大統領と首相を代行した。3月25日から10月まで運輸、交通省、代行、4月4日からは、第一副首相を兼任。 2005年10月26日から2008年1月11日、政府付属国家建築、建設局長官。2008年4月25日、職権乱用の権威で財務警察庁により逮捕。2009年4月13日、交流から自宅軟禁に切り替えられた。ナルイン氏出身。妻は自動車会社、クートジョル社長。一男二女を有する。 フルンゼ工業大学を卒業。建築科学準博士。法学士。キルギスソビエト社会主義共和国功労建築士。キルギス大建築士同盟会員。予備役中佐。ありがとうございます。